株式会社富山銀行は、富山県高岡市に本店を置く、地方銀行。東証一部上場の第一地方銀行である。小規模ではあるが堅実な経営で知られている。富山県外には、石川県金沢市に店舗を構えている。2014年10月2日、東証二部に上場し、翌15年10月28日同一部に指定外へと、なった。また、 同年11月24日には、県中央部の基幹店と位置づける小杉支店が新築をオープンしたほか、2016年上期中には、金沢事務所を営業所に昇格させ、また、2017年2月には、金沢営業部として、県外発の窓口店舗を有するようになった。かつては、NTT データのスター ACE を採用していたが、2012年5月から、 同社のステラキューブへ移行した。同行の通帳、キャッシュカードを同行 ATM にて入出金した場合は、時間外を含めて完全無料で利用できる。また、2012年10月9日からは、金沢信用金庫の ATM を利用した場合でも、時間外も含めて無料となっている。法人カードが提携先で無料で利用できるのは、ゆうちょ銀行とセブン銀行となっている。 高岡駅前に総事業費約48億円を投じ建設を進めてきた新本店で2019年11月25日から営業を開始した。新本店は地上8階建て、延べ床面積は6422平方メートル。西側壁面は夜間に LED でライトアップされる。新本店の開業を機に窓口営業の 終了時間を午後三時から同七時まで延長し、仕事帰りの人からの相談に対応している。また事務系から審査部門までの幅広い部署にフリーアドレス制を新規に導入するなど、職場づくりにも新規軸を打ち出した。二千十九年十一月まで使用された、旧本店高岡市森山城十二番地にある赤レンガ建築の旧本店建物は、一九百十四年十二月に、 高岡共立銀行本店として建てられた。ギルネスサンス様式の建物で屋根は同意たぶきである。1964年11月に富山銀行の本店がここに移転するまでは北陸銀行が高岡支店として使用していた。この建物の設計は東京駅を設計した辰野金吾の監修のもと清水組の田辺純吉が担当した。 旧本店が立つ森山城は国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている山町筋伝統的建造物群保存地区の一角である。この建物も山町筋の景観を構成する伝統的建造物に特定されており、市民より赤レンガの銀行として親しまれている。2014年12月25日には建築から100年を迎えた。 富山の建築百選及び、と、山の近代歴史遺産百選にも選ばれている。2019年11月の本店移転に伴い、旧本店建物は2021年1月29日に、高岡市に無償状とされ、市が2020年度より2年かけ、建物の診断及び価値検証を行うとともに、活用方法を検討することとなった。その後の建物診断では、 大地震で倒壊の恐れがあり、大規模な耐震補強が必要なことが判明した。ありがとうございます。